おつぽーん、愛海月です。今日はですね、スターダム横浜アリーナ大会を久しぶりにスターダム見に行ったので、その感想とかを喋っていきたいなと思います。はい、ということで、私が行ったのが15時第0試合から見たんですけれども、今お家に帰ってきたのが21時37分になっておりますということで、乾杯。とりあえず乾杯。もうね、めちゃくちゃお腹空いて、こんな時間だから、とりあえず、今プロテイン、抹茶のプロテイン、気持ち悪いって言われそう。じゃじゃーん。わかるかな？抹茶のね、プロテインを豆乳で割りました。意外とこれがね、私はデザート感覚で美味しい。もうちょっとこんな時間だからね、さすがに。ということで、いただきます。スプーンで食べるんかいって思ったでしょ。私これをスプーンで食べるのが結構好き。ドロドロの。ということで早速行ってみたいと。本当にその5時間があっという間に過ぎていくぐらい、全試合面白かったし、ボリュームいっぱいだったし、いろんなものが見れたし、満足度がめちゃくちゃ高い大会だったなと思います。もう本当に終わった後、プロレス最高っていう感じで終えれたので、なんか本当に久しぶりに行けてよかったなと思いました。ただね、もうスターダム、ここ最近全然追いかけられてなくて、もしかしたらあんまり分かってない情報だとか、ちょっとユズポン違うよとか、あとこれから言うのは本当に個人の感想なので、まあ本当流す程度に聞いてもらえたら嬉しいなと思います。今日ね、まずこれ言わなきゃと思ったのが、白いベルト白川美奈選手取りましたね。本当にびっくり。試合にね、見に行く前はもしかしたら美奈ちゃんここで取るんじゃないかのっていう予想をずっとして、期待も込めて、会場にいたんですけど、実際ね、試合が始まってみると、ちょっとね、ミラちゃんの動きが重いというか、勝つシーンが思い浮かばないっていう、ちょっと、なんだろうな、このまま負けちゃうのかなっていう空気になってたんですけど、私の中でね。だけどよ、だけど、ミラちゃんがフェニックススプラッシュを、まあちょっと、浅く受けちゃったのかな。で、ワン、ツー、あ、これダメかもって思って、そしたらもう返したじゃないですか。で、そこからのミナちゃん、覚醒をしたなって私の中で思ってて、なんかもうそこから、まあ勢いに乗って、まああっという間に勝ったっていう私の中でのね、時間軸ではそんな感じだったんですけど、なんだろうな、ミナちゃんって、最近のこうね、外国の選手の皆さんを連れて、本当になんか明るくてクレイジーで、なんかこう弾けてるというか、どういう風に表現したらいいのかな、なんかもう狂ってるというか、もううわー、感情うわーっていう、この入場のシーンだとか会見だとか、なんかそういうところでは、そういう、なんかクレイジーな、明るい、狂ったミナちゃんが見れてたんですけど、多分ね、ミナちゃんって、すっごい根が真面目だから、試合が基本的に真面目なんですよ。だから、今日その殻を破ったというか、その狂ったミナちゃん、なんか覚醒したミナちゃんがいたじゃないですか。なんかそれに近い、もうガラッとそこから人が変わったというか、その勢いで勝ったっていうのがあるので、すごいなんか新しい白川美奈選手が見れたなっていうのと、白いベルトを取ってこれからが本当に楽しみだなって思いました。もう本当執念ですよね。報われることがこんなあるんだっていうふうに思わされた試合でした。で、一方で上谷沙耶選手、まあ、たくさん防衛してきて白いベルトの価値を上げてくれた選手だと私は思いますし、今日も
フェニックススプラッシュ1回目飛べなかったじゃないですか。なんかそういう、あの、人間っぽい心の弱さというか、繊細さ、彼女はそこがすごく魅力な選手だと思うので、なんかもうこういう素直な気持ちのまま、プロレスをまっすぐやっていって、今後、もっともっと、すごい選手になっていくんじゃないかなと思いました。はい、ということで、白川美奈選手、これから白いベルトを取って、白川維新、すごく楽しみにしております。で、あと、まあ、気になった選手、まずは第0試合、スターダム横浜ランブル。これね、あの、私、アメブロ、ユズポンブログっていうのをやってるんですけれど、そこに私の応援してくださってる方がコメントくださってて、ユズポン、体を鍛えてるから、あの、横浜のランブルに出るんじゃないかって噂されてるぞ、みたいなことを書かれてて、そんな噂あるのって、まあ、どこで噂になってるのかちょっとわかんないんですけど、あの、なんと、私は見てるだけでした。はい、ということで、すごい面白かったですね。やっぱり、もう、第0試合から、本当に華やかで、次々いろんな選手が出てきて、いろんな技が見れて、目まぐるしく、すごい楽しかったです。で、気になった選手、最後に勝った桜井舞選手。もう最後のマイク、最高です。すごい。いつからあんな貴婦人キャラになったんですか？いや、本当にね、今日行けて、この、桜井舞貴婦人のマイクが聞けたのが、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。はい。あと気になったのが、第1試合、トップオブ、はい、メイ選手。以前見た時は、まあ、すごい、変わったことをする。違う発想をする選手だなっていうのは、あったんですけど、そこまで魅力に気づいてなかったんですけど、もう今日の試合を見て本当になんかその魅力が洗練されたというか、目が行くようになったというか、もう本当にこの子は唯一無二のもうハイスピード、まあ今日はハイスピードだったんですけど、プロレスの選手だなってすごい思ったし、見てるだけで元気になるし、可愛いし、とてつもない選手だなってすごく思いました。若いのかな？安住選手がこのハイスピードの中で動きが速いだけ、技がすごいだけではなくて、重さを感じる試合、強さを感じる試合っていうのが見れたのがすごく面白かったです。まあ、キットは安定のキットでっていう感じでしたね。このちょっとメイ選手、今後も注目していきたいなって思いました。で、第2試合、葉月&フワちゃん、林田宇多美選手、天咲美優選手。もうフワちゃんの試合を以前デビュー戦は映像で見させていただいたんですけど、まあ、その時もすごいなっていう感想だったんですけど、まあ、今日実際リングを生で見てみて、もう本当にプロレスラーだなってただただ思いました。まあ、今回のテーマが、フワちゃんがおっしゃったのは、まあ、勝つこと。まあ、勝つことってプロレスですごい大事になってくるんですけど、やっぱりプロレスって勝負だから勝つことを追い求めて、なんかそれがすごく現れてるなと思ったのが、天咲美優選手と対角に並んだ時に、もうフワちゃんの目がね、もうこいつには絶対に負けない。こいつよりもうすでに上なんだってちょっと見下しているかのような目をしてたんです。なので、あ、これ本当に勝てると思って向かっていってるんだろうなっていう、そういう心も見えたところが、すごいプロレスラーらしいなと思ったし、で、天咲選手を狙って、あの、勝ちを狙いに行くのかなと思ったら、もう気づいたら勢いのままに、林田宇多美選手って勝つ気で臨んでいってたので、
なんかもう本当にプロレスラーだなっていうのは思いましたっていうのが、まあ、第一の感想です。対戦相手だった林田宇多美選手なんですけど、もう本当にボディースラム一つで見せてくれるし、エルボー一つで見せてくれるし、やっぱりすごい選手だなっていうのがこの試合を見て思いました。で、あとフワちゃんは、まあ私もそうだったんですけど、グラビアをやっててプロレスをやって、でみんなに知ってもらう役割だと思ってやってたんですけど、まさにフワちゃんってフワちゃんにしか今できないこと、まだ知らない方に知ってもらえる、今日中に行列さんで放送されるということで、もうそんなことできるプロレスラーの方ってもうフワちゃんしか今いないし、あとフワちゃんのすごいなと思ったところが、全く悲壮感がないっていうところ、なんだろうな、プロレスってやっぱり痛いし怖いっていうイメージを、まあ、プロレスを知らない方ってより持ってると思うんですけど、やっぱりそうやってテレビとかでプロレスはこうですとかって紹介されるときに切り抜かれると思うんですよね。その切り抜きの部分だけ見て、フワちゃんは一つも悲壮感を感じない、プラスプロレスの良さ、本気さ、悔しさ、そういう感情の気持ちの表現もできている。で、相手の技を思い切りぶつかって受けることができるから、相手を光らせることもできてる、プラスプロレスのいろんな技、こういう技があります、こういう技があります、そういう技をすることができるっていうのは、そういうプロレスを伝えていく最適の人なんじゃないかなって今日見てて思いました。なんかすごいプロレスのいいところを 120% で伝えてくれる人だなって、伝えてほしいなって思いました。そういう役割なんじゃないかなって思いました。本当ただただ素晴らしい、実際私もやってたから思うんだけど、もうあれだけの試合を今回2試合目でするってことは、とてつもない練習量と気持ちとかけてるものがあったと思うし、それが全部伝わるし、なんだろうな、プロレス、それが、なんだろう、その根底にあるのがプロレスへの愛だと思うんだけど、なんかそこを、伝えていって、もっともっとたくさんの人にプロレスを知ってもらって、プロレスの魅力、いいところ、楽しさ、そういうのを伝えることができるのって、もう今現在、フワちゃんしかいないんじゃないかなと思いました。ということで、フワちゃんさん、お願いします。次は、姫香選手対舞香選手。私ね、この二人のことをあんまりお話ししたことがないので、詳しく知らないんですけど、知らない私もうるっときたというか、なんか普通の友情とは違う、なんて言えばいいんだろう、なんか絆っていうのが生まれるんですよね、選手同士って。なのでこれからの人生でも良きパートナーであるんじゃないかなとか、なんかいろいろ考えながら、あと姫香選手のやりたい試合ってこういう試合だったんだろうなとか、いろんなことを考えながら見させていただきました。やっぱり惜しまれるなとは思うんですけど、彼女のなんか強い意志っていうのをすごい感じましたね。はい、可愛かったです、綺麗でした。第4試合、タ
タッグの試合なんですけど、まあ、七重さんは七重さんでしたね。人間国宝。やっぱり七重さんがリングに立つと、まあ、あの声と、声の感じとか、ま、とか、この野郎、ビャーキックキックみたいな、なんかそういう、あの、やっぱ七重さんだなと思ったし、あの、リングが明るくなる人だなってすごい思いましたね。あと想像以上にすごい選手だなと思ったのが、未来選手。あの、可愛らしさもあって、これ2年連続シンデレラトーナメント優勝してるんですよね。なんかそれがすごいわかる。その魅力がわかるというか、今日魅力に気づきました。はい、彼女なんか爽やかで、なんかすごい良かったです。すごい目に留まりました。で、第5試合。プロミネンスですよね。プロミネンス VS、ほうちゃん、なつぽい、沙織選手。この試合は、もう、一番目が行ったのは、沙織選手。まず目が行ったのは、キラキラのほうちゃん。キラキラの妖精のなつぽい。白い布の安野沙織。一人だけ古びた布だ、古びてないかもしれないんですけど、何にもこのビッグマッチにね、全くキラキラ感がほぼなかったんですよ。で、体にこうピタッとしてる、コスチュームだったんですけど、華やかさが全く衣装からは、なくて、なんか前日試合でコスチューム洗い替えがなくて、これを持ってきたのかなっていうような、もうそれぐらい、ビッグマッチで、まあスターダムの選手ってもうキラ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 、もうコスチュームもしてるじゃないですか。その中で逆にしてなかった安野選手にまず目が行って、で、昔まあスターダムで私も見たことがあったんですけど、また印象が変わっていて、で、その装飾はない中でも、彼女の技に入る前の表情だったりとか、この所作、動きであったりだとかっていうところが、もうどん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 引き込まれていって、で、これが彼女の魅力なんだなってすごい、試合が終わった後に思いましたね。なんかもちろんこの、すず選手、めちゃくちゃ面白いし、いい選手、だからこそ光ったのかなっていうのもあるんですけど、この最後の2人の対戦、スー選手と安野沙織選手の対戦っていうのがすごい目を引かれたというか、なんかもう安野選手がシンデレラのように見えた。着てる服はちょっと古めなんですけど、彼女自身の魅力で光ってたっていう、なんかこう新しい目の生き方だなっていうのもあるし、まあそういう過去のね経歴を知ってる方にとっては、やっぱりアクトリスガールズで夏っぽいだったり中野タム選手だったり、まあいろいろみんなそれぞれ思いがある中に歴史もあって、でスターダムに参戦するということで、これからね、しかもベルトを取ってっていうところで、すごいまた楽しみな選手が増えたなってすごく思いました。あと次のコスチュームは何を着てくるんだろうっていう、もうなんか虜になってますね。はい、そんな試合でございました。第7試合、首里選手と橋本千尋選手。この物勝ちが女、首里。で、怪物、橋本千尋選手なんですけど、私が見た首里選手の中で一番面白かった試合というか、引き付けられた試合だったなってすごい思いました。お写真とか見てたんですけど、実際見た方が怪物っていう感じで、もう本当に素晴らしい選手ですね。なんか今後もまたスターのリングに上がって、周一選手も言ってましたけど、見たい、いろんな選手と戦うのを見たい選手の一人だなってすごく思いました。で、第8試合目、
メルセデスモネ vs 岩谷真由選手なんですけど、真由ちゃんおめでとうございます。真由ちゃんがついに BWGP 女子のベルトを取りましたね。なんかすごい真由ちゃんの本気が見れた。本気で真由ちゃんはこのベルトが欲しいんだろうなとか、岩谷真由の本気というか、もう最初の蹴りの音が違った。まあ本当にそれぐらい悔しい思いもしてたと思うし、なんかこれまで岩谷真由選手ビッグマッチでチャンスもあったんですよ。私はね、以前この YouTube でも言ったと思うんですけど、またタイトルを取って今の完成形の岩谷真由をいろんな人に知ってもらいたいっていう話をしたと思うんですけど、まさにその通りで、まあ、このベルトの意味を考えていくと、世界中の人に岩谷真由の魅力を知ってもらえるきっかけなんじゃないかなと思って、はい、これからがすごい楽しみだなと思いました。はい、ということで、次第9試合、ジュリア選手 vs 中野タム選手、もうすごい試合でしたね。まあこの2人の名前を聞いただけですごい試合になるんだろうなっていうのは分かるんですけど、やっぱね、ジュリア選手って喋ってもすごい興味を引くというか面白いなんですけど、まあ、中野タム選手ってなんかもういつも受けて受けて受けて、なんかもう本当に命をかけて戦ってるんだなっていうのが伝わる選手の一人なんですけど、もう今回の試合も本当に命がけで戦ってる、もう自分何よりもプロレスを優先して戦ってるっていうのがすごい、もう全てをかけて戦ってるんだろうなっていうのを感じました。でもついにね、赤いベルトを巻いたということで、もうマイクを聞いた瞬間すごいなって思いました。赤いベルトを取ってこれからどういう風に中野タム色にしていくのかすごく楽しみです。ということで、今回もう本当にボリュームたっぷりの試合だったんですけれど、やっぱり久々に見て元気もらえたし、今回のこの全試合見どころがない試合が一個もなかった。今回の、はい、息子が起きてきました。今回の試合、これね、一個も見どころがない試合がなかったっていうのと、あっという間に本当に時間が過ぎてたっていうぐらい熱中できた、もう伝説に残る大会だったんじゃないかなと思います。はい、ということで、そうだ、ちょっとプチ情報、シュラベルトのセコンドにいた築山選手がちょっとセクシーで目を引いてましたね。あと小川さんがミラちゃんにベルトを巻いてこうやってやってたんですけど、まあ、多分大したことは言ってないんですけど、何言ったのかなっていう、まあ、頑張ってよ頑張れよみたいなことを言ったのかわかんないですけど、なんか言ってたなっていうのと、あとまゆちゃんをまゆちゃんにこうやってベルト巻いて、なんか結構長めに喋ってたので、何喋ってたんだろうなとか、なんかそういうファン目線でも楽しめた大会だったとっていう感じですね。はい、ということで、もう頭が全く働いて、今ね22時35分全く回らなくなってきたので、この辺で、はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。